はい、それでは始めていきましょう。第4回かな、キャビ14、紅白戦スタートします。というわけで始まりました、第4回になりますね。はい、で、どっちがどっちか今見てませんでしたが、陽大さんとヒロさん、まあ、ゼロニウム紅白戦ね、両方出てくれているプレイヤーでございます。ありがたいことですね。ありがとうございます。で、K ダッシュ対ロックですね。 K ダッシュが陽大さんで、 1P 陽大さん、 2P ヒロさんですね。はい、やっていきましょう。あ、K ダッシュロック、まあ、ロックも、まあ、KOF では初めてのキャラだよね。まあ、ダローのキャラですよね。まあ、なんかその、なんだっけ、MOW、マーク・オブ・ルブスに出てきた、まあ、技等が一通り揃ってる感じな印象ですが、どういうキャラなんだろうね。なんか、移動して、投げたりするのがあったよね、確かね。さあ、そして陽大さんは 02M でも使っている、まあ、K ダッシュに続いてマキシマという感じになります。ここは1ゲージ払ってスパキャン、おなんだっけ、ファイナルベイパーだっけ、なんかそんなような、まあ、マキシマも13の引き継いでる感じですよね、基本的には。見た目だとベーパーキャノンがだいぶなんか短い印象なんですが、さあこれベーパーで固めていくが、前転を通して、うこれはどういう技か、わかどういう技か分かんなかった、潰されてしまう。なんかビームの消費とかもあるけど、あれはなんだっけ、クライマックス消費は分かんないな、クライマックスネオマ、クライマックス消費か。さあ、そして陽大さんはバースだっけ、ラストボスキャラですね。このキャラもなんかすごい一時期注目されてましたが、一応調整を受けたキャラなのかな、なんかあんまり最近聞かない気がしますが、だから使ってるプレイヤーもバーサスはあんま見たことないね。まあ、まだまだ強いみたいな話は聞いたことあるんですが、さあ飛び道具を当てて、ヒロさんの中堅ですね。お、ムイムイ、このキャラね、ちょっとまだ全部把握しきれてないんですが、なんだっけ、エンディかな、なんかな、最強の75式みたいな技がある。おっ、これはネオマ、お、なんか当たった、なんかどっかで見たことあるような技が刺さって爆発。さあ、しかしもう残り体力がない、ギリギリしのいでいる。あっと、裏から投げて、ここはフィニッシュ、ヒロさんの勝利からまずはスタートですね。はい、2戦目ですね。ヒロさんに対するは、ついに帰ってきましたと言えるべきか、ひもじょうさん。もうなんかバサスでは懐かしのと言ってもいいかもしれない。まあ、13をかなりやり込んでいたプレイヤー、14もやってんのかな？限界まで。ちょっと待ってこい。まあ、チーム構成はやはりラルクラ、13を引き継いで使っておりますね。ここは注目ですね。ラルクラ使いいないんだよな、てか初めて見たな、ラルフが動いてるところ。まあ、これもなんか今の技を見る限り13をまあ受け継いでる感じなのかな、多分ね。さあ、ラルフ対ロックの先鋒戦。お、今ちょっと投げに行ったっぽいですが、ラルフはやっぱ駒投げはないのかな、多分ね、なさそう。
やはりヨガフレだっけ波動だっけ忘れたけど使いやすそうですね。さあここはワンコンボ決めて、あ、うまい。やはりああいうなんかジャンビーとかは往年の使い方ができそうですね。さあそして対照的なキャラが出てきました。ラルフとは、そう先ほどちょっと言いかけたんですが、まあ、あの NC となんだっけな ND がね、まあ、かなり要になるキャラだと思うんですけど、 ND が特になんかね強いんだよね。あの今の見えた蹴りですね、あれが、まあ、多分1連目から空ちゃんってのかな、まあわかんないけど、その1連目っていうか出始めたフレームから下段無敵がついてるので、あれを起点にみたいなね戦い方になるんでしょうね。やはりリーチが短いキャラなので、その NC とかね結構踏み込んで1個でもねその使いやすい技があるといいですよね。さあしかしここはラルフが押し切ってヒロさんの対象ですね。出てくるなキング。キングはまあ比較的プレイヤーもあとはまあ安藤さんとか、ガンピとか使ってますが、まあ、基本的にはどのキャラもまあ往年の技往年の動きができるといった感じでしょうかね。このゲーム、まあ、それに新たな要素が加わっているといった感じでしょうか。さあここはトルネードキック当てて、さあヒロさんも、まあ、対象ながら今のところかなりいい感じで試合を運んでいますね。さあ乗っけて、やはりインファイトキャラであろうラルフはちょっと、うおっクライマックス初めて見た、すごい瞳孔開いて、うお何これ怖い怖い怖い、何あの演出びっくりした、初めて見たんだけど、すごいね、映画のワンシーンみたいのを見てる感じでしたが、さあそのラルフが倒れて中堅寮、寮も初めて見たな動いてるところ。さあそしてもうゲージはあるがヒロさん側がちょっと苦しい状態か。さあ発動していくが、さあやはりでかい一発が欲しいところガードされてしまう。ここはひもじょうさんが勝利。はい、続きましてフロメルダブルゼータ 2P ガーですね。あ、なんか称号がね東京都1位って書いてあるんだよね、アンドさんこれ本当だろ、本当っていうか言い方おかしいけど、すごいねやり込みすぎてる、もう630戦ぐらいしてるね。さあここはラルフ対キングから、あやはりあれは消せるんですね飛び道具を。お、かくった。さあやはりラルフ側は近づいていきたい感じでしょうね。そしてやはりこの中間距離を保ちたいのはキング、はい、弾が消せるとはいえやはりちょっとラルフ側入っていくのはしんどそうですね。さあここはタイミングを外して中段から、さあやはりやり込みが生きているか、キング側がアッとしている、あうまい、めくるがここは投げられて、さあひもじょうさんがもう一発が欲しいところ、足払い差し返して、これは2ゲージかな、おお結構減った、投げに行ってところ飛んでいる。
はい、ボロさんお疲れ様です。あ、お疲れ様です。さあ第4回始まってますけども、そうです、もう一月経つってことに、約一月経つってことになるんですよ ね、 もうね。そうですね、そっか、そうだよね、早いもので、早い、本当に早いです。はい、一月か。でもボロさんもまあ相当やってると思うけど、アンドさんもすごいね、試合数600戦ぐらいやってましたよね。超えてた。相当やってます。東京都1位とか書いてあるって。やり、1位やり込んで、超やり込んでるじゃないですか。めちゃめちゃやり込んでる。いや、まあここはキンキはまだ粘、ああうまい、 ND かな、ただなんか13やってからだ、ずっとやってからだと、はい、回し蹴り見るのすごい久しぶりな気がするんだよね。なんかそっか、 D ボタン13の場合一定だったんで、ね、近距離遠距離関係なくローキックだったから、下段蹴りだったよね、うん、下段蹴りというか、うん、見た目はあれはあれでね強力だったけど、うんうん、やっぱああいう回し蹴りだよね。量は近 D は同じ感じ、あ同じ感じでローキックだったと思います。さあそして試合のは両対アティ、なんだかんだお互い2ゲージの火力高い方だから、あ決まればね、やっぱどうかな。てか全く試合とは関係ないんですけど、はい、モジョさん激痩せしすぎて、はい、一瞬ね誰かと思ったぐらいの体重半分ぐらいになってるんじゃないかっていう勢いなんですけど、半分はちょっと早いかもしれないけど、さすがに盛りすぎましたけど、はい、さあ、いやいやもう、そう今回の量はあれ受け身取れないんですよね、シーナゲ超か、ね、超かっこいいやつ、結構でかいね、うわうまい、ぶっ飛ばし一撃どこまで行く、あれなんて言えばいいの、ワイヤーって言っていいのかな、ぶっ飛ばし、まあやっぱ KOF の用語で言うとワイヤーって言っちゃっていいんじゃないですか。このシーナゲ超かっこいいですよね。あかっこいい、確かに、しかもはい、ね、これこのゲームさ、はい、1ゲージ消費から、はい、さらにその消費をスパキャンして2ゲージ消費が打てるんですよね。同じ中出てる。だから、例えば当て身持ってるからとかだと、なんかやっぱ難しかったりとか、投げ調子とかの後とか無理か。もうね、だからまあさっきので言うと1ゲージのリューコランブから2ゲージ版の魔法昇降券、あれ画面端だとさらにジャック砲とかで追い入るから、あそうなんだ、結構強いんですよね。あこれ対象ギースが粘りを見せて、ゲージ差がすごいですね、5ゲージありますね、ギースが5ゲージでクラークが1ゲージちょっととか、これギースの5ゲージ危ないですよね、怖いですね、かなり危ない。おっと、おっ、いてる、何でも判定ですね。あそうなんだ、何でも判定で、しかも結構発生も早かったです、あーこれはミスったか、飛ばして、これ3ゲージコンボ、さあ減った1050中段カムしている。さあいい勝負、ああ2段が上がる、2段目押し上がってしまった、ダブルレップ、さあフロムヘルがここは取っていく、もうちょっと低いと1段になるのかなみたいな際どいところでしたね。確かに確かに、あの打点だとちょっと下段も怖いね。怖いですね。なるほど、はい始まりました、ワンピー側がコアラさんですね、ゼロニームのパックではおなじみの感じです。コアラさんとヒロさんが松戸だっけな、松戸のソニックビームだった気がする、はい、勘違いだったらすみません、という感じでは、さあ、まあ、遠征に来ていただけたということですね。ゼロニームのパーク戦も来ていただいてるんで、はい、だいぶありがたいですね。いいですね。さあ、まあ、多分そんなにやってるのかって言われるとあれですけど、まあ、カードを使ってないところを見ると、まあ、やり始めっていう感じでしょうかね。でもキャラはベニマル、ナコレル、ロックという感じで、あいいですね、はい、面白いキャラをステンですね。あ届かない、あと、はい、まあ、今週の14、はい、俺のお知らせなんですけど、あ、はい、何ですか何ですか、とりあえず今日、はい、めちゃめちゃ強い人に3連敗食らったのと、はい、すげえ強くて、あ、見てましたか、はいはい、めちゃめちゃ強かったのと、当たったことある、言わされたのかと、はい、あと一昨日ぐらいに、はい、
まあ今日もやるぞってちょっとやろうかと思ったら、はい、眼福当たって言わされました、はい、まあなんかなんかまあなんか知ってるとよく当たりますよね当たる当たるという今週の14を言ったところで、はい、ここはフロムヘルがまずは先鋒戦勝利ですね。なんかお昼とかにちょっとフラッてやるとまあ当たったりとかして、ああ知ってる人みたいな感じでまあ当たりますよね。なんか結構盛り上がりますよね。この勝敗によって昼休み後のねやっぱ心境がね変わるからね。一人でニヤニヤしちゃうんだよな当たると。いや分かりますね、すげえ分かります。さあそしてナコルルがって言いますね。ここはしゃがみしあんな娘だっけ。そうですね、あれアンナスベ強いよね。そうですね、やっぱ強力、面倒っちいですねやっぱ、うん、あれもちろん下段でしょ。もちろん下段、はい下段です。でまあそんなに隙もなくというか5分ぐらい、はい、基本振りは背負うのかな。でも投げ前当たり方にもよるか、はい、練り込まないと通常投げかからないから、これはでかいんじゃないの。おお中段当て身から出ないとちょっと出してしまうが、ただまだうまい。ここはフォローが効く、かっけえな。そうですね、まあしかもしっかり発動中にちゃんとレイジング出しましたね。そうですね、お、ガローマークにもあったカラーですねこれ。はいはいはい、あ確かにあった。ロックが大将、ロックも当て身あるんだっけ。当てあります。なるほど、 EX 版かなんかだとこれ、ここは投げを決めて、はい、お、差し込んだか。あーレイジングだ。しかし隔離もしない。ここは下段空中ぶっ飛ばし、さあ端に詰めているが、ここは当て身戻されてしまう。さあ、ウロメルやり込みが光る。ああ、読んだ。当て身にはかからない。裏に回ってさあ、ウロメルもここはしのぎたいが、あっと、スカッシがちょっと失敗してしまったか。失敗した。ここはウロメルが勝利。あ、じゃあ天川さんいきますか。はい、OK だね。はい、続いてこの方もですね、かなり久しぶり、天川さん。天川、そう、 SDG 天川、シューティングかな、 SDG 天川、はい、そう、まあ、多分はい一番若いかな。あーかもしんないっすね、うん、平成勢。はいはい、平成勢ですね。そしてキャラ戦が渋すぎるな。ザナドゥ、ザナドゥ、ミアン、シルビーですね。このキャラねすごい好きなんだけどね見た目は見たいっすね、食産のザナドゥ。ちょっといずれ使いたいキャラの1キャラではあるんですけど、はい、まだちょっとその段階までいきたいので、はい、あ抜けれるんですね。はい、あうまいですね。すしゃがみ台キックですね、今の対空しゃがみ台キックで浮くですね、はい、で次行きましょうと、はい、まあ、対空になりそうな見た目だ ね、 やっぱね。いや代わりにあれがしゃがみ台パンチですね、あの2段だけなの。はいはいはい、あとは遠距離強パンとかがガードポイントついてるから、あなんか手を 両、はい、両手をね、両手を押し出すやつ。そう結構よっ、隠る。これで受け身不能だからめくり、うわーめくって高いぞこれ。結構減るな、うん、1ゲージですよね、まあ、1ゲージですねさあ転がして、先行戦非常に勝負。あーここは前転の終わり際かくる。ちょっと追う展開になるとさすがに辛そうですけど、あ足遅いね。まあ寄らなくちゃいけないキャラは先行中だったっけか、はいはい、さあそしてミアンだっけこれ。はい、ミアンですね。このキャラもね気になるんだよな。気になるキャラ多いな。はい、まあやっぱりこの空中で、はい、なんか軌道がすごい変わって、まあまあ、サムライスピリッツとかであのユンフェイみたいな感じの、ね、動きですよね。空中移動技の派生が当たったら、うん、あのもう一回立てるっていう、
え、じゃあ触り続ける限りは一度空中にいれる。ずっと空中にいます。なかなかこのキャラ、まあはい、ちょっと対策しないと、まあ、そうですね、そうに見えません、無策ではかなり苦しいと思います。さあここは初コンが刺さって、おお、あ、強制なんか、わあ、これはかけた。さあここは直でレイジングストーム、このあの位置難しいですね、やっぱ。うん、確かに反対に1回いかないかってちょっと分かりにくいところだから、はい、さあリードしてるのはこのキャラ、ジョキャラなんで、ね、あ、はい、女キャラですね。なんかクライマックスかなんかで、はい、あの素顔が見えますね。そうですよね。さあ社員の方は体力的には若干フロムヘルリード、あ、削れんだね。あ、そうですね、下沢扱いですね。ああ、ゲージも若干溜まるんだね。なるほど、ちょっと面倒くさいね。なんか完全にフォーチュンはしづらいし、なるほど、まあ、画面全体使われるとやっぱりリーチ短いキャラは厄介かなって感じはします。そう、ね、さあそしてシルビーだっけね。はい、このキャラいいね。は、火力とか、火力がとにかく、さ、あのさ、はい、勝った後のさ、あ、はい、すごい顔する、あの顔やばくないやばいっすね、あれあれマジ温まったけど、あれレン、もうレンコはね、確定っつって、あのさ、笑顔ダブルピースみたいなさ、あの顔やばいよねあれはちょっと舐めやがってって思ってあ、ほらあれさあ、そのわけでファイナルラウンド、よし、天下はシルビー側にゲージは十分。そうですね、アンドさんのアンディもね、4ゲージだから、どういうゲージの吐き方するかはちょっと見ものですね。まあ、お互い一発を狙っている感じではあると思いますが、危ない。さあ気が抜けない。そうですね、さあまだ致命傷にはお互い至っていないですが、あ、垂直で受けてる、お、読んでいるが禁止にならず、さあ難しいところ、逆にフロムヘル側に5ゲージマックス。決まったか、これは、おおさあ劇的フィニッシュ、フロムヘルこらえる。はい、では向こう側でお願いします。はい、続いて、1P がカナオさんというプレイですね。参加は初かな、面白いチームです。アンヘル・ロンイオリ、ね、なんかおしゃれな感じが、結構攻撃的なチーム構成ですが、ルオンの見た目が好きです、はい、急に言いますけど、マジっすか最高っす、一番いいかも、はい、いいっすよね、やっぱ確かにバナオじゃなくて花尾さんですそこへんよろしくお願いしますあ、そうなんだ、ガチさんの試合、なるほど。さあ、アンケルですね、アンケルもちょっと、はい、あれか、リオさんが使ってるね、はい、まあ、派生から早い中断と、あとはまあ、めくりジャンシーが結構鋭いかなと、はいはい、やっぱ絡んだ時のね、はい、強さが際立つ感じですよね。空中ぶっ飛ばしも結構なんか強くて、うん、まああれで一回触りに行って、でそっからのタクみたいなのができると、で画面足だとやっぱコマ投げも含めてのタクがより豊富になるから、はいはい、寄られるとすごい厄介ですね、うん、あ、しかしそこをうまくいなしているかフロメル。そうですね、かなり追っ払ってる感じはしますが、あ、長い、思ったより長かったですね。スラもまあ見た目通り若干姿勢は低いんですよね。はい、あ、そしてルオン、このキャラもまあまあなんか使い手がそこそこいる印象なんですけど、はい、面白いですよ、やっぱ、うん、なんかまあリーチの長い技があり、はい、まあ、山崎の足場みたいなね、
攻撃使いみたいなのがあり、2ゲージの火力がすごい高いから、でもって全キャラで一番ダッシュが速くて、はいはい、やっぱそこから一番速いというか、まあ、一番速い枠ですね。マチュアやバイスとかと同じ枠ですね。さあ、 あとはまあ注目点はその中段で崩しに行けたり、そうですね、発動中の空中必殺技が、 あとはあれだね、あの吹っ飛ばしが強いね、長いですね、前に進んでなんか判定もいい判定してるよね、はい、上の方にもあって、そうですね、まああれで押し付けて、行きたいかなって感じのキャラになってますけど、はいはい、あ、うまいな、あれジャンピーだよね、そうですね、ジャンプジャッキックス、やはり東京都1位、伊達じゃないですね、はい、そうですね、手堅いですね、もう、はいはい、ここで伊織、はい、伊織が大将、この色はなんか珍しいな、あんまり見ないですね、うんうん、何番からだろう、あ、てか、あ、そっか、昔のコスチュームだから、だからなおさら、あ、こっちがアレンジバージョンだよね、はい、アレンジバージョンの何番かでしょうね。そう、さあ、しかしまだ発動状態がこれ切れて、少しずつ体力が削ってるけど、もう投げ、うん、投げは一律100でいいのかな、100のはずです、はいはい、多段とかだとちょっと違ってるかもしれないですけど、うん、さあ中堅ですね、先ほどからこのピースがだいぶ活躍してますね、そうですね、もうレイジンをしっかりと当ててる感じはしますが、まあ、ここはまあゲージを温存したと言えるか、あっ、あ、4ゲージレイジング減った、当てにから8割減った、ライミングも入って、これ、あ、なるほどなるほど、あ、なるほど、うまいな、しかも炎のエフェクトで結構見づらいっすね、あの後の角が、あの後ね、煙でモヤモヤしてるところに中断みたいな、いやー、しかしダブルレップ刺してここはフロムヘル連勝、うん、まあどなたでも